2017年のセリームセーブを獲得し、2016年から4年間、阪神タイガースのリリーバーとして活躍したラファエル・ドリス投手、ドミニカ共和国出身。今年4月から四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドッグスでプレーしていたが、帰国が決定。9月1日、日本での最終登板に臨んだ。159キロの剛腕を筆頭に稀に見る大豊作。 23年の独立リーガーは怪物揃い、ドリスは愛媛県松山市の坊ちゃんスタジアムで行われた愛媛マンダリンパイレーツとの8回戦で登板した。8回裏、3対4と1点ビハインドの場面でマウンドに上がると、いつも通り淡々と投げ込む仕事人ぶりを発揮する。打者4人に対し16球を投じ、一種から内野安打を1本許したものの、 最速150キロのストレートと140キロ中盤のツーシーム、130キロ後半のフォークを投げ分け、最後は138キロのフォークで空振り三振に仕留めてみせた。当番後は、ファンの皆さんがまるで家族のように接してくれた、湧き上がる感情を抑えられなかった。阪神タイガース時代にチームメートだった愛媛の三塁コーチャー伊藤早田コーチ、中京大中京、と言葉を交わすと、 溢れ出る涙を抑えながらチームメイトのハイタッチに応じた。試合後、高校野球ドットコムの独占取材に応じたドリスは、日本でのプレーを希望していた自分を受け入れてくれたことに感謝している。阪神タイガース時代と同じくらいみんなが温かく接してくれたと高知球団への感謝を述べると同時に、応援ありがとうございました。皆さんが SNS を通じてくださったメッセージのおかげで、 ここで投げられることができましたと日本のファンにメッセージを残した。阪神時代は208試合に登板に96セーブ28ホールド防御率は2.49。高知では21試合に登板し36回を投げ1勝3敗5セーブ防御率2.50の成績を残した。7月からは5度の先発マウンドにも上がるなど常に挑戦の姿勢を崩さず、これからも野球を続け、 トレーニングして成長したいと、さらなるチャレンジを誓ったドミニカンの魂は、コーチのみならず四国アイランドリーグプラスに末永く刻まれることだろう。なお、試合は愛媛がコーチに4対3で勝利し2位の座を守ったものの、首位を独走する徳島インディゴソックスが香川オリーブガイナーズに3対0で完封勝利し、後期優勝マジックを4としている。徳島は9月5日のコーチ戦まで3連勝すれば、 後期では3年連続、2022年後期から通算して5期連続となる半期シーズン優勝が決定する。